はい、時刻は14時1分です。乾杯をしたいと思います。とりあえずビールでしょうね。はい、乾杯。うまいです。ただいまの外気温が 8.8 度ですね。 8.8 度なんですけども、私フリースを脱いでおります。これ下はヒートテックなんですけどね、12月の9日なんで冬だと思って来たんですけどね、おかげさまで、いい天気でですね、設営時また汗をかいてしまいましたね。ビールがとても美味しいですね。12月のですね、海辺のキャンプ場ってことで、まあ穴場なんじゃないかなと思って来たんですけど、ここがですねオートサイトが、2カ所ありまして、そのうちの1カ所がこの海沿いに並んでるんですよね。でここは8区画ですかね、あるんですけども、全部予約で埋まってるという私のお隣にもですね、もう設営されてる方がいらっしゃって、今ちょうど買い出しに行かれたので、今のうちにと思ってですね、普通のトーンで今喋っておりますけど、多分ですね、こんなトーンでは喋れなくなると思います。はい。なのでちょっと今のうちにと思ってバタバタ用意してですね、いっぱいやっております。はい。でちょっとおつまみもすぐに食べられるもの、唐揚げですね。くまモンの鍋敷きもありますんで。あ、そうそう、これあのウッドラックをですね1段減らしましたんで、まあ私置くものもあんまりないっていうのもあるんですけど、醤油唐揚げですね、いただきます。うん、いや空腹に染み渡りますね、これは。いや、うまい。うん。非常にロケーションはいいですよ、ここね。勝手なイメージなんですけど、冬の海、荒々しくて、風も強くて、寒々しいイメージがあったんですけど、非常に穏やかですね。風は、時折吹いてきますけど、正面からの風はないですね。うん。さっきまで後ろから風が吹いてました。で方角としてはですね、正面から右斜め前ぐらいが、真東になってます。なので、まあ、翌朝日の出が見れるかもしれませんね。うん、うん、腹ごしらえも終わりましたんで、早めに薪割り、焚き火の準備をしておきましょうかね。時刻は16時25分ですね。薪割りをやった後ですね、しれっと、お昼寝も、しておりまして、先ほど薪割りの時に使った斧ですね、2本、まあこれニューアイテムなんですけど、最初ですねこのハンドハチェットの方を買って広葉樹を試しに割ろうとしたんですけども、なかなか割れなくてですね、海外の人がこれでガンガン割ってたんで割れるのかなと思ったらですね、
まあ、あの海外の人パワーがありますからね押し切って割ってたみたいで、で、柄の長いこちらスモールフォーレストっていうねタイプを、買い足しまして、これで、無事割ることができました、うん、だいぶ人が増えてきまして賑やかになってきましたけど、ニューアイテムもう一つ紹介したいと思います、はい、こちらですね、これ焚き火台です。天幕デザインの、トンビっていうね焚き火グリルですね。前回の直火で焚き火欲がふつふつと湧いてきました、こんな感じで、目の前にちょっと置いてみましたけど、これでちょっと今日は焚き火を、楽しみたいと思いますね、はい、で、これなんですよね、ホームセンターで買いましたポップアップバッグ、これにあの薪を入れてます。薪を入れてちょっと余裕があるぐらいの幅があって、これもねなかなか良かったなと思う。だから薪なんで燃やしたら、なくなりますよね。なので、まあ、完全になくなったら折りたたんで、持って帰れるっていう。あの人が増えると喋れなくなるかなと思ったんですけど、逆にですね賑やかなんで、私がこれ喋っても全然聞こえませんからねかえってね都合が良かったっていう。2本目のビールいただきましょうかね。よし、うん、うまい。ね、いただいた、ファットウッド、これでやってみますか、またねちょっとこれを削って、北地を作りましょうかね。ジローマルさんの動画を見返してですねあのそれで勉強しました。やっとつきましたね、ありがとうございます。で、今ですねまず、杉の薪、それを小割りにしたものをですね、燃やしております。でその後にあの広葉樹を、今日はクヌギの薪なんですけど、それ入れていこうかなと。いい感じに燃えてますね、うん、反射熱がこれはあったかいな、うん、これいいと思いますね。今日はこちらを用意しました。来る途中にですね無前回一粒柿を買ってきました、うん、で、今日はですね蒸し柿をしようかなと。今年の4月のコラボキャンプの時に黒ボスさんが振る舞っていただいて非常に美味しかったんで、ちょっとぜひ蒸し柿をしようかなと思って買ってきました。もう焚き火の火を使ってやりましょう。ワンカポーゼキ、
ちょっと火力が強いかな。今外気温は 5.4 度なんですけど、寒くないどころか暑いですもんね。いやー、だいぶ火が弱くなってきましたね。ちょっとこれでゆっくりと蒸しましょう。なんでこのトンビにしたかっていうと、前回ソロキャンプで直火をしましたよね。で、あの時にやっぱ直火いいなと思って、で、私直火するときに手前を開けて石をだいたい2段組んで、やるんですけど、数ある焚き火台の中でこれが一番その形に、まあ、近い。ここからこうね、薪を入れて、まあ、直火に近い感覚で、焚き火ができるんじゃないかなと思って買ってみました。実際そうですね、なんか取り回しは薪をくべるときとかは直火の感覚に近いですね。辺りは暗くなってまいりましたね。さあ、蒸し柿できましたね。こういう時にクマも出す。はい、いただきますか、ね。これはうまいな。つけなくて全然 OK ですね。海の恵みに感謝ですね。本当、そうこうしているうちに薪が、ちょっと大きめのやつ入れとく、大きめのを入れてしばらくね放置でいいようにして、食べることに集中したいと思います。よし、ちょっとこれ開かないやつはモーラーで、怪我をしないように。よし、開けました、開けました。おお、風がですね、なんか勢いよくこう前面から、今風ないんですよ。でもあれだけなんか風が巻き起こるんですね。直火の時もそうなんですけど、前を開けてるとその熱にこう吸い込まれるように空気が入っていくみたいで、だいたいこう奥にですね行くんですよね。高さはそこそこね、あるんですけど、まあ一応直接熱がいかないようにこの大きめの薪を3本敷いてます。第2ラウンドスタート。よいしょ、で、第2弾が出来上がりましたんで、またねいただいていこうと思いますが、もう反射熱が、まあ熱すぎて顔がカピカピになってる。これはちょっと真冬期待できますね。さあ、やばい、足がつる。やばい、足がつりそうになった今。
美味しい牡蠣を食べながら焚き火を楽しんでたらちょっと足がつりそうになりました。あ、OK、よし、よいしょ、 OK。 なんか杉の薪はあっという間に置き火になってしまいました。広葉樹を投入しましょう。今日は薪割りもうまくいきましたし、着火もうまくいきましたし、牡蠣も美味しいし、焚き火はあったかいし、最高ですね。そうですね、お酒を、あ、もうビールも2本目、空になりましたので、続いてのお酒ですね。コージンパパさんからいただいた霧島、私家でもちょいちょい飲んでるんですけど、毎日晩酌しないんでですね、まだ半分ぐらい残ってます。お湯割りでまたいただきたいなと思います。このトレックの700でお湯沸かし専用機になってますけどね。お湯割りいただきます。うん、いいですね。時刻は19時25分になりました。焚き火を見ながらですね、お湯割りを飲んでラジオを聞いたりなんかしてですね、まったりと過ごしておりました。で、外気温がですね 4.2 度、ちょっと下がってきましたので、白金回路、今シーズンもですね使っていきたいと思います。まあ先ほどたくさん牡蠣を食べましてですね、まあ、お腹はまだまだ空いてないんですけど、お肉を少し食べようかなと、思っております。今日のお肉はこちらです。トンテキですね。味付けトンテキ、もう味付けがされてます。これを鉄芋のフライパンで焼いていただこうかなと思っております。よいしょ。はい、ではいただきます。うん、あ、すごい柔らかくて美味しいですね。これ味付きなんですけど、味噌じゃないんですよ。ニンニク、あとはシナモンパウダーとかタイムとかローレル、まあ香草ですよね。で醤油ですね。そうですね、醤油ベースですね。うん、別にスパイシーな感じはしないですけどね。うん、美味しい。非常にあっさりしてますね、これね。遅い時間から食べても全然 OK ですよ、これは。全然 OK なのか、その、医学的に OK なのかどうかわかりませんけど、気持ち的に OK ですね、これ。年齢的なものもあるんですけど、最近、ほんと豚肉が結構好きでですね。うん。20代の頃はもう牛カルビ一筋でしたけど、そういえば海のすぐそばなんですけど、夕方潮が引いてましたよね。
だから波の音とか聞こえてこないですね。でこう水面を見ると向こう岸のこうライトが光の筋になってこう反射してですね見えるんですけど、海の途中で止まってますもんね。まあ、あのお湯を沸かしてるんですけど、まあ、何に使うかというとですね、こちらですね、湯たんぽ。今気温は2度ぐらいなんですけど、一応ね、あったかくして寝ようかなと思って、で、私も学習しまして、あの今年の2月か3月ぐらいですかね、湯たんぽ使った時に結構溢れてましたけど、ロートですねこれを使って確実に入れたいと思います。1リットルのお湯が沸いております。うわっ、こぼれたよちょっと勢いよく入れすぎてしまいました。おはようございます、朝を迎えました。まだあの外は暗いですね。とりあえずコーヒーを飲みたいと思います。ちょっと今あの幕内でガスヒーターをつけて暖を取っておりますけど、現在の外気温が 2.7 度、昨夜の最低気温は 1.1 度ということで、氷点下にはならなかったですね。なので、快適に眠れました。海も穏やかで、今皆さんあのまだ起きてないみたいで、非常にね静かですね。モンカフェで行きたいと思います。まだね空が暗いので月もはっきり見えてますし、星もまだ見えます。外は明るいのかな、ちょっと開けてみましょうか。お、朝焼けっていう感じですね。時刻は7時21分ですね。あの無事日の出を見ることができまして、朝食のお時間がやってまいりました。1ヶ月前ぐらいですかね、天翔さんが福岡に来られた時にいただいた仙台辛味噌ラーメン、こちらで朝食を取りたいと思います。ありがとうございます。いただきます。
はい、5分経ちましたので開けてみたいと思います。オープン。じゃいただきます。うん、お、結構ピリッときますね。うん、美味しい。昨夜はこんな感じで寝ておりました。このオレンジ色のマットと毛布ですね、それといつも使ってるシュラフ、そして湯たんぽですね。これね、まだほのかにあったかいんですよね。うん、これで快適に眠れましたね。ごちそうさまでした。完食いたしました。私結構辛いのを食べるとですね、汗が噴き出してしまうタイプで、汗だくになってしまいました。美味しかった。でも味噌はいいですね。味噌ね、朝からでもね、全く問題ないですね。うん、で、昨夜焚き火をしまして、まあその後どうなったかっていうのをご紹介しましょうかね。ほぼ完全に燃え尽きてますね。まあ燃焼効率がいいんでしょうね。で、焚き火台の下にですね、このちょっと大きめの薪を敷いてまして、この辺りでしょうかね。もう芝の方も全く焦げたりはしてないですね。で、時刻は7時49分ですね。ちょっと早いですけど、ゆっくり片付けをしながら撤収といういつものパターンで今日のキャンプを終わりたいと思います。